とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで出た新装備、使ってみようと思います。これですね。バブルバースター、そして発光するイカの防具。まさか同じ日にこの2つが出ました。バブルバースターが、残念ながら、クールダウンショット、バーストボーストリングついてるんだけども、ロールチャージ、アーティファクトチャージがついてません。でも、防具にアクロバットか、マルチロールがついてればいけるなと思ったのよ。そしたらば、アクロバットとマルチロールがついたやつが、その日に出ました。今回アクロバットで行ってみます。まあまあ、これなくても、おそらく羽を2つ装備すれば、いけるのよ。でも今回はこれでいきます。羽を使って、で、ローリング。で、羽を使ってローリング。まあまあ、その繰り返し。若干ね、やり方としてはちょっと難しいかもしれないんだけども、まあまあ、全然、いけるね。あ、ちょっと待って、変更がついてる。いきなり変更はやめてくれ。変更の敵はね、めんどくさいので、この、マントで逃げます。いやー強い、やっぱ強えな。いいね、むちゃくちゃいい感じ。いやー使いやす。まあこれに本当はね、マルチロール、あーロールチャージとアーティファクトチャージがついてればよかったんだけどね、残念ながらついてはなかった。でも全然いけるね。うん、やっぱバーストボーストリングがね、鬼のように強いからね。バブルバースターにはバーストボーストリング欲しいところよ。ああ、おいおいおい、いきなり攻撃食らってる。よっしゃ、いいね、強い。ははははは、やっぱりこれは強い。でもね、これもしかしたらね、修正される可能性があってね、そこがちょっと怖いところなんですよね。できれば修正はされてほしくない。けども、こればかりはちょっと俺にはわかんないんだよね。修正されたらまあ、結構ショックかな。まあまあ、とりあえず先に向かっていきましょう。3分ぐらいでボス来たぞ。いや、やっぱりね、便利。もう便利としか言いようがないわ。でもこれボスにはちょっときついか。あー、もうこのダイナモで行くしかねえな。ダイナモで行きましょう。いやー、もう雑魚敵はもう任せて。もう速攻倒すから。ちょっと待って、どこだ本体。あ、お前か。じゃ、ダイナモをもうちょっとしっかりと貯めないとダメ。おっしゃ、オッケー、いい感じのワンパンダメージが出てきてくれましたね。いやー余裕だ。まあでもね、できればやっぱり毎回ぴょん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 できる、ロールチャージ、アーティファクトチャージ欲しかったけどね。まあまあ、羽を2つ装備すれば、その問題も解決できるか。はい、それではクリアしましたね。やっぱり使いやすかった。ただ、できればロールチャージ、アーティファクトチャージ欲しいところですね。まあ、持ってるんだけども、ギフトでいただいたやつなので、やっぱり自分で出したいところですね。まあ、もう少し時間はかかると思いますけども、ぜひ、出してみたいですね。クールダウンショット、バーストボーストリング、そして、ロールチャージ、もしくはアーティファクトチャージの、マルチショット、かな？まあ、狙っていきます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。